ゲームナイトは2018年のアメリカ合衆国のコメディ映画。監督はジョン・フランシス・デイリーとジョナサン・ゴールドスタイン。主演はジェイソン・ベートマンとレイチル・マク・アダムスが務めた。本作は日本国内で劇場公開されなかったが、iTunes で配信されている。マックスとアニーはゲーム愛好家であり、二人が結婚に至ったのもゲーマーという共通点があったからである。 二人は子供を儲けようとしていたが、マックスのコンプレックスに起因するストレスが原因で、うまくいかなかった。マックスは優秀な兄のブルックスと自分を比較して、自分の不甲斐なさに打ちひしがれていたのである。そんなマックスではあったが、週に一回のゲームの日は楽しみにしていた。週末に自宅で友人たちとゲームに興じる日だけは自分が抱える。 劣等感を忘れることができたのである。ところがあるゲームの日にブルックスが突然マックスを訪ねに来た。ブルックスの愛車であるシボレーコルベットはマックスが子供の頃から憧れていた車であり、それを兄が乗りこなす姿を見てマックスは不愉快な気分になった。しかもブルックスはジェスチャーゲームの最中にマックスの子供時代の失敗談を暴露してきた。 夫をさらし者にされたアニも憤慨しており、翌週の集まりでブルックスを打ち負かすと決心した。マックスとアニーの怒りに気がつかないまま、ブルックスは次の集まりは僕の借りている家でやりましょうと提案するのだった。翌週の集まりには皿も参加することになった。一同はロールプレイングゲームをやることになったのだが、ブルックスはこのゲームの勝者にはレーを差し上げますと宣言した。 FBI 捜査官を演じる俳優がゲームの設定を教えていると、そこに覆面の男たちが現れ、俳優とブルックスを襲撃した。一同はこれは凝ったゲームだなぁ、などと感心していたが、男たちは本物の犯罪者であった。ブルックスが家から連れ出された後、参加者たちは推理を開始した。ケビンとミッシェルはフェアプレーに徹していたが、 先週の雪辱を果たしたいマックスとアニーは、携帯電話の GPS 機能を駆使して、ブルックスの居場所を突き止めた。ライアンとサラは、そんな二人の後をこっそりつけるのだった。裏通りのバーで、ブルックスを発見したマックスとアニーは、戦闘に巻き込まれたが、近くにあった銃を使って、見事撃退し、クローゼットに閉じ込められていたブルックスを救出した。アニーが銃をいじっていると、 それが暴発しマックスの腕に当たった。ここに至って、二人は自分たちが本物の犯罪に巻き込まれたことを自覚した。純風満帆な人生を送っているように見えたブルックスだったが、実はブラックマーケットで芸術品の売買に携わっていたのである。インペリアルイースターエッグの売買を担当したばかりに、ブルガリア人の男として知られる大物に目をつけられてしまったのだという。 無関係なマックスとアニーを逃がすべく、ブルックスはブルガリア人の男に投稿した。もはやゲームではないことを承知の上で、6人はブルックスの救出に挑む決断を下した。2016年5月24日、ニューラインシネマが新作コメディ映画の監督に、ジョナサン・ゴールドスタインとジョン・フランシス・デイリーを起用したと報じられた。2017年1月、ジェイソン・ベートマン、 レイチル・マク・アダムス、ジェシー・プレモンスの出演が決まった。2月16日、カイリー・バンバリーが本作に出演することになったとの報道があった。3月には、ラモーネ、モリス、カイル・チャンドラー、ビリー・マグヌッセン、シャロン・ホーガンらのキャスト入りが発表された。4月4日、ジェフリー・ライトが本作に出演すると報じられた。 本作の主要撮影は2017年4月上旬にジョージア州のアトランタで始まった。本作は2018年2月14日に全米公開される予定だったが、後に公開日は同年2月23日に延期されることとなった。本作はアナイアレーション全滅領域マイナス及びエブリデイと同じ週に公開され、公開初週末2700万ドル前後を 稼ぎ出すと予想されていたが、その予想は的中した。2018年2月23日、本作は全米3488巻で公開され、公開初週末2700万ドルを稼ぎ出し、週末興行収入ランキング初登場2位となった。本作は批評家から高く評価されている。映画批評集積サイトのロッテントマトズには百十一件のレビューがあり、 批評家支持率は80%、平均点は10点満点で6.8点となっている。サイト側による批評家の見解の要約は、ダークコメディ長の脚本は予期せぬ展開も、ある秀逸なものだったが、設定が詰め込みすぎだという感があった。しかし、才能のある俳優たちがそれを解きほぐしてくれたおかげで、ゲームナイトは、本来よりも面白いものになったかもしれない。 となっている。また、メトクリティックには35件のレビューがあり、過重平均値は66、100となっている。なお、本作のシネマスコアは B となっている。ありがとうございます。